次に落合孝之君。落合君。はい、立憲民主党の落合孝之でございます。私も何年か前からこのデジタルプラットフォーマーの問題、経産委員会ほかで取り上げさせていただいてまいりました。やっと法律がまず第一歩できると、中身はともかくできるということは大変大きな前進だと思っています。でこれデジタルプラットフォーマーの問題はこの市場そのものを一企業が作れてしまうということが大きな問題であると思います。これは経済学的には神の見えざる手が市場にはあるというふうに言われてたのは、多様なプレイヤーがいるからこそ神の見えざる手が働いていたわけですけれども、このプラットフォーマーの問題は一企業が見えざる手を使うことができてしまうと、恣意的に使うことができてしまう、こういった点で今までになかった大きな問題がいくつか出てきていると思います。それからもう一つ問題なのは、その企業が国家の単位よりも大きい企業がいくつかできていると。なので政治の力でも改善ができない、国際的な話し合いも行わなければならないですし、これ政治の力も及ばないようなところで、企業がどん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 成長していってしまっている、マーケットができていってしまっているというようなことで、これから経済分野では政治が問題解決に向けて力を注いでいかなければならない大きな一つの分野であるというふうに考えております。でこれまず立法の第一歩なわけですけれども、先ほど川上先生から今回の法律の法案の足りない部分を分かりやすく説明いただきました。でこれ3年後に見直し規定もありますので、一つの検討課題であると思います。先ほど川上先生からは伺いましたので、大橋先生、岸原先生、池貝先生から伺えればと思うんですが、座長である大橋先生に聞くのもあれですけれどもお三方から今回の法案の評価をしない点、それから3年後見直しがおそらく行われるでしょうから、見直しのポイントはどこなのかということについてお三方から伺えればと思います。大橋参考人。ご質問ありがとうございます。冒頭でおっしゃられたその今回の法案の背景にあるその2つの点はまさに私も賛同するところでございまして、それだからこそ今回、こうした形で その新しいその本法律というものを作らなきゃいけないということのまさに背景になっているんだと思います。で評価しない点があるかというところでございますけれども、そのやはりですね、先ほど申し上げた点の裏腹になっちゃいますけれども、そのプラットフォームという事業自体、デジタルプラットフォームという事業自体を取り上げると、ご質問もあったようにオンラインモールあるいはそのアプリだけではない世界が実はものすごく広がっちゃっているところもあるので、そういう意味で言うと、そういうところに対して多分早急に手を打たなきゃいけない事態も生じてんじゃないかなと、特にその労働関係のお話もありましたけれども、そういうところっていうのはその実は急を要している事態も多分進行していると思いまして、この法律のいいところが、そういうところにもきちっと及ぶような姿に早くなればいいなというふうに願っています。ありがとうございます。岸原参考人。はい、先ほど今回の法案自体共同規制スキームという形でできているというふうに、思っておりますが、先ほど、陳述させていただいた、民間との連携あるいは政府の支援といったものについては現行法案の中には特に明記されていないという状況になっております。これは実際の運用面で、業界団体としてはやっていこうと、自主的にやっていこうということで、
考えておりますので、まあ、ぜひそこら辺は運用面でぜひ連携をしていただきたいんですが、民間団体にはこのエンフォースメントっていうのがありませんので、最終的にはやはり政府の、エンフォースメントと安定性といったものと、民間の実習的な柔軟性と、あるいはインセンティブ的なものといったものが法律の制度として、きちんと法律上に明記されるというのが、まあ、理想ではないかなというふうに思っております。まあ、これは自主的な取り組みが進んでいけば特に問題はないんですが、まあ、今後、状況を見てですね、そういったものをきちんと法律の中にインボルドしていくといったことも検討事項としては必要ではないかなというふうに思います。池谷さん。どうも、ありがとうございます。まず1点目の、ただいま岸原様からございました、その民間の位置づけ役割というのは、私自身もこの共同規制の枠組みの中では極めて重要なことだというふうに考えており、うん、そういったことに関して、まあ、特に政令でございますとか指針でございますとか、まあ、やはりそういった枠組みの中で、まあ、しっかりとその連携協力の体制というものを強化し明確化していく、そのような点というのはぜひ積極的にご考慮いただきたいというのなというのが一つでございます。でそれから評価しない点というのはそうですね、しいて申し上げるのであれば、当然ながらこれはデジタルプラットフォームが生み出す透明性公平性等に関わる全ての問題を解決する道具ではない、うん、むしろ、まあ、やはり当然その市場の運営者であれば、こういった情報はしっかり透明に出していただきたいというある種のベースライン立法というふうに言ったような側面というものもあるかというふうに思います。でそのような時に、そうですね、例えばまさに労働環境の保護というふうに言ったようなところを、もし一つはこの法案をしっかりとモニタリングレビューを回していく中で、ご説明の中でも申し上げました通り、まさに不十分な問題が解決されていないのであれば、追加的なアクションを取る必要があるということで、その追加的なアクションというのは、例えば3年後見直しでこの法律自体の改正というのも含まれましょうし、あるいは政省令による政令による範囲の拡大等も含まれましょうし、あるいはまさにこう労働の分野に特化したような立法というふうに言ったようなことを、これはやはり全く選択肢としてこの法案ができた後もしっかり考えていくところだというふうに思います。でまさにあくまで、その他の法、この法案のカバー範囲、そして、やはりその他の個別の立法によって対応すべきところというものを、これからいかにいいモニタリングの中でも明らかにしていくかというものが一つ大きな課題かというふうに感じております。落合孝之君。はい、川上先生に伺えればと思います。今お三方の先生からも労働について、言及がございました。これ具体的にどのように、立法していくべきかと考えるかというのが1点目で、もう一つがですね、このデジタルプラットフォーマーにとどまらず、ちょっと大きな枠組みなんですけれども、そもそもフリーランスが今300万人を超えました。働き方改革ということで、従来と同じ会社の仕事をやっているのに従業員だった方が、フリーランスになって業務を請け負っている方々もだんだんと増えてきています。であと、コンビニの問題を扱っていたときもそうなんですが、労働者じゃなくて経営者なのに労働問題と同じようなことが起こっているというような問題もさまざまな点で出てきております。これ海外調べてみると、フランスですとか、ドイツもそうですかね、試行錯誤しながら自営業者とかフリーランスのを、労働者と抗議の意味で規定して同じようなその保護する法律を作っていこうということが努力されているわけですけれども、そちらの大枠の部分もどういう法律を作っていくべきかということも伺えればと思います。2点ですね、お願いします。川上参考人。どうもありがとうございます。
プラットフォームにおいて労働、まあ、労務ですねが取引されるプラットフォームが増えてきておりまして、現在、まあ、政府の方では例えばシェアリングエコノミーという呼び方をしたりとかをしておりますし、今回のこのデジタルプラットフォームというのも当然それを指しているわけですけれども、確かですね、JP モルガンだったかどこかの白書ではそういったプラットフォームをキャピタルプラットフォームとレイバープラットフォームと分けて、考えるべきだというふうにして分析されております。キャピタルプラットフォームの典型としては物の取引をする、まあ、AB&B ですか、Airbnb ですね、はい、Airbnb が典型とされていたり、あとはそのレイバープラットフォームの典型としては Uber が取り上げられております。で、プラットフォームにおいてその労働を提供して、まあ、マッチングして、それでプラットフォームはそこから手数料という形で利益を上げるということになりますので、そのプラットフォームを提供してその市場において取引がされているので、やっぱりデジタルプラットフォームということでこの法律の適用対象になるのは明らかだというふうに考えます。で、その時にどういったアプローチが必要なのかという話ですが、例えば去年の11月20日には例えばですね、ウーバーがですね、ウーバーイーツの報酬、これ1キロ当時1キロ150円でした、距離の報酬が、これを12月から突然ですね1キロ60円とすると90円の大幅なカット、これ6割突然メール1本で来月からこれだけになりますと。でそういったですね突然の報酬の大幅な引き下げというのは、例えば労働契約法が適用されるということになれば当然認められないわけで、労働契約法の8条で合意のない契約変更は許されておりませんので、で当然その契約というのは当事者の合意のことを契約と呼ぶわけですよね、うん、合意があるから契約による拘束力が認められるのがこの私的自治の原則であり契約自由の原則、これを支えるのは当事者の合意ですよね。一方的に来月から6割カットします、ここに当事者合意するかというとそれはなかなか難しいと。でそういった側面から民法が改正され、その548条の2に約款規制、これが入ったわけ で、そうするとこの特定デジタルプラットフォームのこの法案の中にもですね、例えば改正民法548条の2を、当然これが適用になるんだということを明記するとか、その契約、の合理性、約款、それ規約、契約の合理性を求める、条項を入れることで労務提供型のプラットフォームの利用者も保護できるし、それから事業者の方たちも保護できるというふうに思います。でこれを団体交渉を助成することで、例えば協同組合とかユニオン、これを助成して団体交渉をこう守って対等な交渉を実現して交渉力格差を埋めていくということも、これも必要、非常に重要で有効なアプローチなんですけれども、ここに任せっきりにするのではなく、契約の合理性を求めることでっていう、契約の合理性の追求からも公正性の実現というのは行われるべきだと思います。で労務提供系の今のお話に特化して言うとですね、ここは事業者の方と少し違って、例えば配達をする労務を提供してプラットフォームから取引をするという形になってくると、これはなんていうんですかね、事業者としての個別性が非常に薄い、皆さんやってることが大体同じ、配達という労務ですから、でその人たちがまとまって団体交渉をしてという、これはその事業者のバラバラの、例えば楽天にお店を出しているいろんなビジネスをやっている方たちが集まって一つの協約、団体協約を求めるということよりももっと合理性があることだと思うんですね。だから労務提供型のプラットフォームにおいては、そのプラットフォーマーに団体交渉応諾義務を定める、でそれから労務提供型プラットフォームのプラットフォームワーカーには団体交渉権をもう保障すると、彼らは労働組合法上の労働者じゃないんだから、
団体交渉権はないんだ、団体交渉に応じる必要はないんだという、まあ、そういったですね、言い分をプラットフォーマーに認めないような立法的解決が必要なんじゃないかと思います。で、そのフリーランス等が例えば増えていく中、名ばかり個人事業主の問題であるとか、それはですね、名ばかり個人事業主の問題ということになると、それは事業者性が強ければ独占禁止法で解決する問題でありますし、本当に名ばかりで事業主性が低い場合であれば、これは労基法と労働契約法だったり労働組合法のエンフォースメントの問題になってきます。で、今問題になってくるのはこのやっぱりプラットフォームで労務を提供して働いている人たち、この人たちは労基法上の労働者でも労働契約法の労働者でもない、何もその守られるものがない、事故に遭えば労災も出ない、一方的に契約アプリのアカウントの利用を停止されて仕事ができなくなれば失業保険もない、一切その守る法律がないので、じゃあ労基法を一遍に適用すればいいのかというと、それも今までの労働市場とはなかなか違うんじゃないかという議論もこれから始まってしまうと。そうであればそのプラットフォームワーカー保護法と、プラットフォームで労務を提供している人たちはプラットフォームワーカーとしてこれだけの権利と保護をしましょうと。例えば事故に遭ったときにはそれは労災の対象にして、その一方的に彼らにだけ、彼らの肩にだけですね、そのコストを押し付けるんじゃなくて社会全体で支えていきましょうとか、そういったプラットフォームワーカー保護法の創設っていうのも非常に現場からは求められていると思います。以上になります。どうもありがとうございます。落合孝之君。はい、次にこれもまあこの法律に関わるんですけど、この法律の外側なんですけれども、大橋先生と岸原先生に伺えればと思います。本来の予定であると2020年中に各国が協調してデジタル課税のあり方を合意をする予定でございます。今世界的にこういう状況なのでどうなるか分かりませんが、これは大変重要な問題であると思います。それについて、お二方それぞれどうお考えかお聞かせいただければと思います。大橋参考人。ありがとうございます。デジタル課税の話は先ほど事業者が国家を超えるというふうな冒頭でお話があったところの根本に関わる部分、それで国家のやはり一つの機能というのは課税権であるわけで、そこの部分が事業者によって侵されるということについて の問題意識は私も非常に強く持っております。でこれは一国で解決できる問題ではないという点で、各国が協調してその取り組む必要がある一つの事例だと思います。で今回の法律案に引き寄せて考えてみると、この話も、実のところその一国だけの話でおそらくないんだろうというふうに思います。当然その我が国の事業者を見ているわけでありますけれども、他方でそのプラットフォーム、特に海外で主に展開しているプラットフォームは特に顕著だと思いますけれども、そうした事業者というのは我が国も見てますが他の国も見ているわけで、そういう事業者に対してはやはり我が国からの視点に加えて海外の競争当局なり、あるいは行政当局なりの間の連携なり、あるいは情報交換というのも非常に重要な点だと思います。でそういう意味でそういう、課税の話にかかわらず、そのプラットフォーム の事業者に対してはやはり国際連携というところは一つ大きな軸として据えていかなければならない点だろうというふうに思っております。岸原さん、これ非常に重要なポイントかと思います。実は MCF でも、アプリ事業においてですね、消費税の内外判定という問題に突き当たりまして、これは EU の、消費税法が改正されることによって、日本の事業者が、二重課税されてたと。
これは、どちらかというと EU が改正したのが良くないのか、日本の消費税法が、国際基準に対応できてないのかと、多分両方あると思うんですが、今大橋先生からあったようにまさしく、このアプリストアに関しては、グローバルな環境でビジネスをするようになっておりますので、今おっしゃっているデジタル課税も含めまして税制も、国際連携というのが非常に重要になってくる。それがうまくいかないとですね、事業者側で二重課税をして日本事業者が倍、税金を払わなきゃいけないというバカのようなことが起きたりしますので、まあ、ぜひ、そういった国際連携といったものを進めつつ日本の制度も改正していくと合わせていくということが重要かなと思います。それとデジタル課税についてはこれちょっと個人的な意見になるんですが、やはり、まあ、先ほどありましたように国家あるいはコミュニティ、そこの維持をするための税金を負担するといったことは、まあ原則ではないかなというふうに思っています。まあ、これが今の税制度の中でですね、まあ、非常に、法人税が安いところで納税をして実際に便益を受けていないところに税金を納付しないということになりますと、まあ、当然のことから国家もそうなんですがコミュニティ自体が崩壊をしていく。そうなると本来何のための事業か、まあ、社会基盤を維持するための法人税、事業者が税を負担するという基本の中で、話は戻りますが国際連携の中でどう合理的にその税負担を考えていくかというのが、まあ、早急に考えていかないと本当に、まあ、巨大プラットフォーマーだけが生き残って国家もコミュニティも崩壊をするという社会は絶対に避けなければいけないのではないかなというふうに思いますので、まあ、早急な議論を進めていただければなというふうに思っています。落合孝之君、貴重な話をありがとうございます。終わります。次に笠井明。